こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。恒例となっている日米合同訓練、対潜訓練が行われた。日本からはもちろん海上自衛隊、潜水艦2隻と護衛艦4隻に航空機となる。米国は潜水艦、もちろん原子力潜水艦となる。これには海上自衛隊の隊員も乗艦しての訓練となる。気になるのはそう。米海軍の原子力潜水艦はロサンゼルス級攻撃型原潜となる。最近攻撃型とはよく聞くが、日米での訓練でも実際に敵役は米海軍になるのか？昨年令和元年11月には日米豪華合同訓練が開催。米国のみならず他国間での合同訓練となった。そこで話になっているのかはわからないが、日本の潜水艦に豪海軍も興味津々だっただろう。今となっては昔の話になるのだが、豪州への潜水艦輸出計画があったのを知っているだろうか。この時最終コンペまで日本の潜水艦と仏の潜水艦が候補に、最後は仏の原子力潜水艦を通常動力型潜水艦に変更、豪州での自国建造が選ばれたのだが、問題はそこではなく、今現在も話が進んでいないということだろう。ではどうしてこのような結果となっているのか少し話していこう。オーストラリア海軍が主流であるコリンズ級潜水艦の耐用年数が迫ったため、外国に潜水艦を発注しようと計画していました。選択肢として日本、ドイツ、フランスの3国に絞ったのですが、日本とドイツは振られ、フランスという結果になりました。フランス海軍では攻撃型潜水艦シュフラン級原子力潜水艦を計画中とのことですが、この艦の通常動力型をオーストラリア国内で建造する予定に決まったそうです。残念なことに選ばれなかった日本ですが、建造する企業が悔しがっているのは当然として、防衛省内ではホッとしている人も少なくないと言われています。日本企業が儲け損なったのにどうして安堵しているのか、その理由を分析していきましょう。まず日本が輸出するのは最新鋭の双竜型潜水艦と言われていました。確かに優れた潜水艦です。しかし、その、そう、竜型を外国へ輸出するということは、日本が誇る最先端技術の塊を丸ごと輸出するようなものと言えます。最新鋭技術とはこの場合、潜水艦の重要機密と言い換えることもできます。そう考えると、選ばれなくて帰ってよかったとホッとしている人がいるのも納得ですね。実は、オーストラリアへの輸出を検討していた最中は、国内でも輸出に反対する意見が少なからず上がっていたようです。もし採用が決定し、オーストラリアへ、そう、竜型潜水艦が輸出されとして、双竜が使用されている様子を想像してみると、どうしても機密漏洩を心配せざるを得なくなりそうです。現在、東シナ海や日本海での中国海軍の進出が問題となっていますが、中国のスパイ活動は外国でも盛んです。もちろん、オーストラリアも例外ではありません。そのせいなのか、スパイ活動や内政干渉の防止強化法案を成立させたほどに、オーストラリアでは危機感が強いのです。
繰り返しになりますが、海藻流型とも言える藻流型の最新艦である、欧流ともなれば、その製造技術や性能は、絶対に他国に漏らしてはならない、国家機密レベルの重要項目です。実は、日本が計画していたオーストラリアへの輸出計画とは、性能は、そのままでフルスペックでの輸出でした。外国への兵器輸出ではよく行われるモンキーモデルではありませんでした。モンキーモデルとは、兵器を他国へ輸出するときに、わざと性能を低下させたものや、オリジナルより劣化コピーした兵器を意味することもあるそうです。一昔前のアメリカは、よくこのモンキーモデルの兵器を他国に輸出していたそうです。そう考えると、本物と同等レベルのものを輸出するつもりだった日本は誠意があると思えませんか？誠意というより愚直なのかもしれませんが、しかしオーストラリアは国内での雇用が最優先でしたから、何よりも国内で潜水艦を建造することが重要条件だったのです。日本はこの条件を受け入れられない意向を示しました。自国の技術を他国に持ち込んで、他国の人の手で作らせることは、技術のただ漏れを意味しますから、拒否するのは当然のことでしょう。日本は完全輸出の計画で、オーストラリアとの交渉を続けましたが、最後には選定に敗れ、欧流の輸出計画は失敗に終わりました。実は、この失敗の陰には、もう一人の立役者がいました。それが、オーストラリア最大の貿易国中国です。日本の他国への影響力を弱めたい中国が、オーストラリアへ横槍を入れて、日本を選定から落とすように働きかけたと言われています。オーストラリアは、結局フランスを選びましたが、今になってみると、オーストラリアは日本の藻流型潜水艦を選ばなかったことを後悔しているのではないかと推測されます。というのは、藻流型潜水艦が高性能だということ、軍事的見地からしても、完成品の輸入であろうと、この潜水艦がオーストラリア海軍が求めている性能を有していることに間違いないからです。まず、地図でオーストラリアの位置を確認してください。太平洋とインド洋、そして南氷洋に面していますね。ということは、海軍の活動範囲が広大だということがわかります。この広い範囲を監視する潜水艦と考えれば、大きいものでなければ、ということは想像できますね。ヨーロッパの中型や小型潜水艦は、大陸沿岸での作戦行動が前提ですし、日本の大型潜水艦は、太平洋での作戦行動を前提としていますが、広大な海域のオーストラリア海軍とは、航続力に大きな違いがあります。ちなみに、ドイツが提案していた214型は、水中排水量は約2000トン。全長が 65m です。そう、流型は水中排水量4200トン、全長 84m でした。そう、竜の方が大きいですね。もちろん、大きければいいというわけではないのですが、活動範囲が広大であれば、どうしても、ある程度の大きさが必要となります。サイズ的にも、そう、竜型に軍配が上がることでしょう。言うまでもなく、原子力潜水艦は、すごい航続力を持っています。しかし、オーストラリアは原子力の軍事利用を禁じていますから原潜は所有できません。当然メンテナンス設備もありません。
メンテナンス設備を一から作るのは、いくら何でも経費がかかりすぎますし、何かあった場合に、その都度いちいち建造国に移動して補修を受けることは、経済的でも現実的でもありません。第二に、潜水艦の最大メリットと思われる隠密性です。非対機依存推進 AIP 機関を採用している損流型と通常機関を採用している潜水艦では、機体の静粛性や潜航力にかなりの差があるのです。ドイツが提案していた214型は AIP 燃料電池を搭載したと言われていますが、前述の通りサイズが小さすぎるようです。このサイズでの運用実績は全くないので、ある意味で賭けになると言われていました。更新対象となるオーストラリアのコリンズ級潜水艦は、スウェーデン海軍のメステルイエトランド級等を参考にして建造したので、排水量を2倍から3倍ほどに大きくした潜水艦でした。この艦は設計段階から様々な問題が指摘されていました。騒音がひどい、低い信頼性、頻発する故障などなど、時には収益できる潜水艦がたった1隻しかない状態ということもあったそうです。コリンズ級潜水艦は1990年に建造。1996年就役スタートで、軍艦の世界ではさほど古いとは言えないのですが、後継艦建造プロジェクトを進めなければならないという理由は、このあたりでしょう。ドイツの燃料電池搭載潜水艦には、他にもまだ問題があります。輸出用は214型潜水艦ですが、ドイツ本国とイタリア仕様の212型をドイツは6隻、イタリアは4隻運用しているそうです。しかし、この艦には故障が続き、なんと6隻すべてが修理用のドックに入ってしまったというびっくり仰天の時期があったのです。この低たらくでは、欠陥の多いコリンズ級の二の舞になってしまうでしょう。輸出する214型についても、韓国で建造した3隻すべてが欠陥で、1年以上、20ヶ月も修理にかかった艦もあったそうです。この3隻の燃料電池は、韓国が購入する前に不具合が判明していて、潜水艦納入前から93回も故障していたにもかかわらず、3隻も購入したと言います。それ以後も102回も燃料電池が停止したそうで、明らかにとんでもない欠陥品としか言いようがありませんね。実際に運用されている総流型潜水艦は、これらの潜水艦に比べると、大きな不具合情報はありません。優秀さの証拠でしょう。巨大な潜水艦を、多額の費用をかけて作り上げたとしても動かなかったら、単なるデクノボーで、本当の意味で大きな無駄ではないでしょうか。定評があったはずのドイツ潜水艦は、どうも調子が悪い。その一方、日本は確実に進歩しています。非対機依存推進 AIP 機関搭載潜水艦が登場する時代となって、二国間には、大きな差が生じてしまいました。今や、原潜以外の通常潜水艦にかけては、日本の技術は世界一と言ってもいいでしょう。高性能な国産潜水艦が、広大な太平洋を抱える日本にとって、必須の防衛力となるはずです。さて、結局、オーストラリアは日本でもドイツでもなく、フランスを選びました。
オーストラリアの考えでは、日本製品は高性能だけど、オーストラリアでの生産はできない。ドイツ製は性能は不安がありありだけど、オーストラリアで生産できる。という二国間のメリット、デメリット合わせてもろもろを検討した結果、どちらも取らず、フランスの原潜機関を乗せ替えた通常動力版の潜水艦を選んだというわけでした。フランスの潜水艦については、原型は原潜ですから原子炉を置いていた分、本体のサイズも大きいですし、航続力もあります。何より、オーストラリアで建造できるというのが一番の理由だったようです。ここからはもしもの話ですが、日本がオーストラリアの条件を飲んで、そう、流型潜水艦のオーストラリア国内建造を認めたとしたら、果たして日本で収益中の潜水艦と同じレベルのものが作れたでしょうか？潜水艦の建造は、コリンズ級を生産した ASC、オーストラリア潜水艦企業体、政府が出資した企業連合だろうと考えられますが、前述のように、コリンズ級では、いい結果を出せませんでした。カヌーを作る能力すら持っていないと国防省が発言したくらい、技術力について問題がある企業なのです。正直に言いますが、オーストラリアには双流型を建造する能力があるとは思えません。オーストラリアも技術力が足りないまま、双流型潜水艦の建造を取り留めてよかったのかもしれないと思いますし、日本にとっては優秀な技術が他国へ流出することもなく、これまた良かったのかもしれませんね。双方にとっても納得できる決着ではないでしょうか。